ゲストハウス港についてということで、こっちに来た時はホテルで働きながらこういろんな人たちに会いに行ってて、でこう都のことをもっとこう知ろうかなと思って、まあ一応アルバイトしながらやってたんだけど、その時にたまたま早川さんとか加藤さんとかと出会ってゲストハウスを開業すると。いや偶然だね、偶然って必然だね、確実に。ジョニー・デップみたいな。すげえすげえ。あ、こんにちは。おー、これあれだって、チームビルディングっていうか、ヨーロッパの方で教育に使われてるんだって。で、こういうふうにいろんなプロジェクト、チームでこう後悔をしてチーム力をつかめる、高めるみたいな。これがさ、あれだよ、営利目的じゃないんだ。利益はこの船によって生まれるとかわけじゃない。人を育てるための船なんですよ、これ。すごいよね。港がオープンして2ヶ月が経って、延べ200人弱のお客さん、ゲストさんが来てくれてるんだけれども、すごいいいなって、感動したなっていうことがあって、カップルで来た子たちがいて、その子たちが自転車化してこういった都こういう風に楽しめますよっていうのを案内したりしたんだけど、なんかそれ終わってメッセージが来て、銭湯に行きましたと。で、銭湯のおばちゃんが、あ、ゲストハウス港さんねみたいな、これあの子たちにも牛乳あげといてって言って、そのゲストさんと俺たちに牛乳をくれたっていう話があって、直接俺たちは言ってないけど、そのゲストさんを通してこう港を応援してくれたっていうのは、なんかすごい応援してくれてる気持ちを表現してくれたっていうのはすごいありがたいなっていうか、感動したなって。この間はロンドンとフランス、あとドイツからお客さんが、まあ、個人旅行で一人ずつ来てて、でたまたま一緒になってみんなでご飯食べに行こうってなってたんだけど、ロンドンとフランスと日本、まあ俺なんだけど、同い年でいろんな仕事の話から恋の話から日常生活から話したんだけど、国なんだろうな、いろんな差別とか宗教とかいろんな問題があるけど、LGBT もそうだし、その来たロンドンの人はゲイの方だったし、だからそういうのも踏まえて、ゲストハウスってそう心の底から話せるっていうか、お互い旅しててなんでここに来たのかっていう、もっと心の深いところで分かち合える幸せみたいなのがあって、すごい楽しかったな、あの夜は。1ヶ月間インターン生が来てて7人、すっげえ可愛くて、一緒に共同生活して、なんかこれからはそういう長期で学生の受け入れとかもして、一緒に都のことを考えていきたいなって思うきっかけになりましたね。カップルできるし。1ヶ月間男女がやっぱり一緒にいるとね、いい意味で、いい意味でなんか生涯を共にしそうな、共にできるようなそういうパートナーができてて、すごい嬉しかったですね。まああとは俺に素敵な恋人ができれば問題がないけどね。ゲストハウス港は、まあ、外の人から来た人たちと、もっと地域の人たちが、出会える場所。都があるから
ゲストハウスが、ゲストハウス港があるし、港があるから地域の人たちの一人一人のなんかストーリーというか人生を引き出してマッチングして、人と人がつながってもっともっと都が美しくなっていく。でその中でまた港で会おうよっていう、なんかそういう一瞬一瞬がゲストハウス港を作っていくんだなって思うと、その一瞬一瞬を大切にしていくのが俺のやるべきこと。新しい人と人とのつながりが生み出すような場所でありたい。一日一日を自分たちなりに作り上げていく。だから多分世界に一つしかないそういう場所になるかな、いろんな人にとって。港で出会うべきだと思います、街の玄関として。